それでは記事を熊田特派員に紹介していただきます。熊田特派員、お疲れ様です。熊田です。それでは記事を紹介するので聞いてくださいね。本日のニュース、立憲小西氏に強力な援軍登場。東京新聞、例の記者&元文部科学省次官&ほかをお伝えします。それでは SNS 投稿を引用してご紹介いたします。以下引用。望月磯子東京新聞記者、失言は問題だが憲法改正審議会が重要になっている局面で更迭は明らかにやりすぎ。小西氏の憲法審幹事更迭、立憲代表猿発言受け、立憲の泉健太代表は31日の記者会見で、同党の小西博之参院議員について参院憲法審査会のヤートゥン筆頭幹事を更迭すると発表。前川喜平氏、このお詫びで十分だ。柏尾明子神奈川新聞記者、今の日本に本当に必要なのは小西さんのような議員と思う、心からそう思う。引用終了。超強力な援軍ですね。予想通り身内に激山で草だわ。もしこれが自民党議員の発言だったとしても同じことを言うのかね。ところで今回の猿発言で処分が更迭、そして報道側への圧力までかけたとも取れる言動についての処分はどうなるんでしょうかね。立憲さんがどういった処分をするのか、また立憲執行部は責任をどのように取るのかも気になるところでございますが、動画を作っている時点では処分は更迭のみ。ネットの賛否の声を少しご紹介します。いつも内閣全員辞めろと叫んでいる望月がよく言う笑い、これが自民党の議員だったら大騒ぎするくせによく言いますね。猿発言だけでなくマスメディアへの圧力も異常。更迭どころか議員辞職が妥当だよ。議員を猿呼ばわりして更迭されなければそっちの方がよほど問題。本当に取材しているのか。憲法改正審議会が重要になっている局面であるならなおさら憲法審査会のヤートゥン筆頭幹事が憲法審査会を毎週開くのは猿がやることで満足と言ったのに、なんで更迭は明らかにやりすぎなのか。見事なまでのダブスタ。お仲間にはお優しいね。問題は失言だけじゃないぞ。仮にもジャーナリストなのにもっと大きい問題があるのガン無視か。重要になっている局面だからこそ筆頭幹事があのような発言をすべきではなかった。それでも適任だとお考えなのだろうか。メディアに対する圧力ともいえる小西氏の言動を新聞記者として望月さんはどうお考えなのだろう。なんだろう、この燃料がそこかしこから湧き出る感じだのも、いや恐ろしいのか。これが自民党議員だったらこの人は同じこと言えるんだろうか、などの声がありました。また有権者の皆様、あらゆる選挙において与野党問わず日本の国益、日本国民のために働いてくれる議員、政党を選んでいただきますようお願い申し上げます。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。